やったら真面目に解けたいね。本日も聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いやね、本当に非常にちょっと悲しい出来事が起きました。はい。なんと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 水晶剣奥義飛翔白麗北斗神拳奥義北斗百裂拳玄斗神拳奥義玄斗降臨三人合わせてやっと三者制弱そう弱そうはい、ということで、はい、聞いていただきましょうね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ夏をちょっとね、うん、先取りしたような回になったと。はいはいはい、はい、やりたいことたくさんあるということは伝わったんじゃないでしょうか。うん、そうだね。そしてね、今こうカメラもしてくれてるね、はい、マネージャーさんにもね、僕たちの胸を伝えておきました。そうですね、ラジオ通して、まあ、こうラジオ通して、皆さんに、まあなんならこう全てのこの回線を通してね、はい、もう事務所に行きます。そうです、はい、俺は直接事務所に言わんと、できる範囲で皆さんを仲間に仲間にして言ってるっていう強いな、そう、味方がたくさんいるという、うん、ありがたい状況で言わせていただきました。はい、はい、マルチョケやりましたね。はい、マルチョケもう今頃またポエムもユタさんが書いてるんでしょうけど、いやいやいや、わからんよ、分からん。何が起こるか分かんないですから、投票は、うんうん、前回もトモキうまいなと思ったのに接戦やったのがちょっと意外やった。そう、なんでやろうな。じゃあほんまあれはコビーのせいやと思うな、うん、ほぼ、うん、でまあまあまあ今回あんまコビー言らんとこは、うん、しっかり厳正なるあれでいきます。でも行って行って、うん、もう2パートで出すコビー売る全然売るな全然売るな相手ならんもん。まあ投票まだしてないよって方はいたら今からでもできるんで、いや、はい、できないやろって。できない、はい、確かにできない、はい、拡散だけよろしくお願いします。お願いします、はい、そしてその後やったファイト、うん、はい、全力シューティングゲーム、まあ、下手すぎた、シンプルに、うん、シンプルに頭は回らんわ、うん、あれ早いわ。一回だけやろうか、一回やろうか、負けたら一発ゲーム、うん、順番をじゃあ 1,2,3,4,5,6 で 4? ここや 1,2,3,4,5 4ってやってただきます。まあもう持っていく感じで、はい、じゃあシリとリーの理解いきますわ、うん、全力で。オッケーオッケー、いきますよ、うん、全力しりとりゲーム、ついでこるやついんの、いねえよなぁ、いないのかい。いきます、しりとりのりから始まるよ。はい、リス。どのリズムでやってんの、今までやったことないリズムでやんなよ。はい、リス。まあこんな感じで高速でした、今高速ですよ、うん、こんな感じですよ。いくね、いくね、いやるんや、はい、せーの、リス。スイカカン。ちゃ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 もっこりからのりもこちゃん、もっこりからのりもこちゃん、もっこりからのりもこちゃん、もっこりからのりもこちゃん。ナイスファイト。さすがです。ナイスファイトです。はい。さらに罰ゲームすんねんの。終わってるやん。興味持たれた方が多分いないと思うんですけど、いや、持ってるよ。いたら調べてみてください。うん、もう全く。いや、ツイートする、ツイートする。うん、ツイートする、自分パターンもツイートしてちゃんと。いや、無理です。今やったんで。じゃあ、切り抜いて、よろしくお願いします、はい。拡散するんで、僕たちも。年一なんで。はい、ということで、もう罰ゲームしましょうか。はい。第2話です、ともき。第2話です、うん。ラブストーリー。はい。トモキ、何名前にする、名前にしようかな、あれ何にしよっか、トモラブにしよう、トモラブ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 第2話、うん、はい、それでは V 振りをよろしくお願いします。はい、それではトモラブシャープ2リーモコジェーン。ありがとうございました。今日忙しいわー、マジで。あー、なんか今日忙しいよな。いや、もう俺もうちょっと疲れたわ。あと1時間やな。あと1時間で終わろう。
し、頑張れ。うん、あ、はいはい、お待たせしました。ご注文、はい。あれ、前電車で、ですよね。ね、うわー、あ、そうなんですよ、僕ここでバイトしてて、はい、あ、ありがとうございます。あ、はい、あ、はい、え、今度俺、あ、いやでも全然、その大丈夫ですよ、本当にもうお気にしなくて本当に大丈夫です。はいはい、注文、はい、スライストマト、はい、わかりました。スライストマトいっちゃー、少々お待ちください。え、なんて、さっきの子、あー確かに綺麗やな、可愛いな、うん、なんて、いや知り合いとかじゃなくてたまたま会ってんけど、え、めっちゃタイプ、お前聞けよ、じゃあ俺知らんって。なんて、今度一緒に合コンしようって、なんで俺が言わなあかんねん、そんな、うん、分かったわ、じゃあ言ってみるわ。お待たせしました、スライストマトです。あとちょっと言いづらいんですけど、バイトの、はい、一緒にやってる子がめっちゃ可愛い、一緒になんかご飯で、あ、それもちろん友達とかいっぱい、どうですか、あ、いい、あ、わかりました、じゃあちょっと後で、あの、連絡先教えてもらいます。はい、日にち決めて、はい、お会計ありがとうございます。じゃあ少々お待ちください。リモコちゃん、リモコちゃん戻ってきました、はい、リモコちゃんしてたの、してないやろ、してないやろ、してないか、してたかな、いや、いや、よかった、あ、やっぱ、うん、すごい綺麗、そういう展開になったんやっていう、まあ、違う、もう編集のことを考えるとかそんなんじゃなくて、うん、あ、まずこうやってやるんだよっていうのを学んで、うん、何を30分とかかけんといて、ああ、今の友樹の演技、そう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 、あ、まあ、ただちょっと一個訂正しなあかんとこあるかもしれん、何、俺 V 振りの時さ、シャープ2って言ったやん、うん、お前シャープ 1.1 ぐらいかもしれん、そうやんな、なんならあれ前回がエピローグみたいな感じやな、そうやな、ゼロからの1、うん、いや 0.8 とかやな、まだ1いってないみたいな、めっちゃ遅いっすね、どんどん全部つなげたらめっちゃ長尺だ。でもさ、そういうドラマあるやん、なんか1話から見てて全然おもんないねんけど、なんか4話くらいで急展開あってめっちゃおもろなるドラマみたいな、まあ、まあ、あるけど、ある可能性ある、それは、うん、その可能性がある、その可能性ある、演技上手で、あの、これは早いけど、うん、話が長い、そうそう、うまいからうまいからその分これ何でもできんねん、なんこれはもうね、10年も20年もやっていくラジオですから、はい、そこまでやるんだ、ドラマすごい、50手前で多分まだ居酒屋やってると思う、俺長すぎるやろめっちゃおっちゃんになってるしな、その頃にはね、確かに確かに、あ、楽しみだね、今後も楽しみにしてください、そうね、第3話、はい、まあ、負けたら第3話、そうだね、うん、まあ、まず負けないように、うん、はい、ちょっと俺、前負けたじゃないですか、うんうん、俺ももうこっちの方がいいねんけど、あ、そう、うん、いや、あれより、うん、あが、なんでなんでやん、うんうん、一応素材残してるからさ、いや、もういつでも作れるよ、すぐ、何、5分あったら作れる、何が、編集で落ち、バカ、いやいや、もう嫌や、あれほんま、ちょっと恥ずかしいか、ジュラシックパークやるから一人で、なんでやん、いや、それは調査対策やから2時間かかるから舞台で、あらすじだけちょっと教えてよ、あらすじは、ジェラシックパーク、トモイ君が書いた台本のジェラシックパークのパロディ、ジェラシックパークね、ジラシックパーク、ジラシックパーク、ジラシックパーク、シーンはワンシーンだけ、あ、今頭に浮かんでるの、そう、いや違う、そのもう2時間、あ、2時間そのワンシーン、うん、で、人間と恐竜一体っていう2つしかできない、恐竜が
わーって出てくんねん。そしたらそう人がわーってや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 ーってじらしてるとか、ね、全然食べへんやこいつ、次は食べられる、食べられへんな、あれなんジュラシックパークでそうジラシック続ける2時間、はい、超大切やなこれこのこっちの恐竜がもうしんどいやろな、はい、今度あのぜひ東京結末禁断な2時間見たらほんま食べられんのが食べられる、そう結果ね、それはもう全部見とかんと分からへん、そう全部見たら分からへん、をやるやらんの2時間俺誰一人でやってんの大変やあの編集で2つくっつけるからさ、あの右と左で両役やってもらって1人でこっちこっちで分けて使えるぶあげんの大変だ大変大変ということでね、はい、罰ゲームもねこうやってこういろんな各々が それぞれの違うことやってたりするんでね、あのこの動画も絶対ね毎週チェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ね、また来週も絶対見てくださいということで以上 YAT ヤトでした。